はい、こんにちは。今日は色をテーマに生け花をしてみたいと思います。今日のその色は青ということでやってみたいと思います。例えば自分の本当に好きな色がその色だったり、色をテーマにしたことがあったり、またお部屋の雰囲気で青を使いたいとか、この色を使いたいとか、ね、そういうこともあると思うので、こう色縛りみたいなね、普段やらないんですけど、今日はそんな色をテーマに生け花に挑戦してみたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあ青ということで、じゃーんと青いでしょ。ちょっと赤も入ってたけどね、これね。これはデルフィニウムでございます。まあ、青といえばなんかデルフィニウムって感じですね。これをまず受けていきたいと思います。青いお花って少ないんですよ。なんか思いつきます？ラベンダーなんかあれ紫じゃないですか、青というよりは。これ僕の仮説なんですけど、緑に青って映えないじゃないですか。緑の中に青があると目立たないんですよね。でお花って結構目立つのが自分仕事だったりするじゃないですか。だから赤が目立つはずなんですよ。緑が絶対あるからね。茎の色とか緑だし、葉っぱの色も緑だし。だからなんで青を選んだんだろう、この植物は、って思いますよね。目立たない色をあえてっていうような気がしますよね。だからあんまり映えない青い色は、緑がまずは絶対あるからなんですよね。生け花の中に青いバラができたとかニュースになったりしますけど、そもそも自然で青のこう植物作るの難しいみたいですね。青い色をね、吸わせてこう花びらに色をつけたりね、カーネーションとかバラとかはね、そう染めって言いますけど、そういう、ね、やり方はありますよね。人工的に青いお花を作るというやり方はあったりします。で青って言ってもね、本当にいろんな青があると。なんだっけ、アンミカでしたっけ、白には200色あるのよみたいな、なんか結構名言に最近なったですよね。あれ青にも200色ぐらいあるんじゃないですかね。なんでしょうか。一応ねこっち左側こう青いデルフィニウム伸ばしてみました。正面からちょっとこんな感じですね。ちょっとここ軽くしましょう。まあいいでしょう、青いですね。まあこんな切り口も楽しいかもしれないですね。右下にも入れてみましたということですね。左長くして右下にデルフィニウムを入れてみました。はい、次これ青いですか、紫かな。これは人によっては紫っていうかもしれないね。これはね、まあ、大分類でいうとサイネリアというお花でセネシオティアブルーオーシャン、長いそんな名前です。でもやっぱこの色がちょっと差がつくの面白いですね。青は青でもね。今日はちょっと小さいお花しか ないので、まあでもそれもいいよね。大きいお花ドームじゃなくてね。でもこの色の差、これ微妙だけどちょっと差があるですよ皆さん分かります？この色の違い、もう少し違うの入れてみましょうかね。分かりやすくね。これはオキシペタラム、オキシブルーってやつですね。これはなんか水色に見えますかね。ねえ、水色っぽいですよね。これはね、まあ可愛いんですけどちょっと臭いこの修正液みたいなのが出てくるんですよ。修正液みたいな液体が、白いの出てるじゃないですか。切るとねこの液体出てくるんですよ。これがねなんか臭いんですよ。これは YouTube で伝わらないからいいんですけど、もうひたすら臭いと。でなるべく青を出したいからね、もうほとんどお花だけにしたってことですね。今サイネリアもね入れながらやろう。とりあえず今日はだからこの3種類の青いお花でやるということにしたいと思います。で、ね、微妙にこう混ぜていけるということですね。例えば会社とかだとあるじゃないですか、コーポレートカラーみたいな、そういうの狙いですねあとアイドルとかもありますよね、やっぱね。テーマカラー知ってます？生徒さんで紫着る服をね着る方が、結構紫ばっか着てる人がいたんですよ。なんか紫多いですねって言ったら、松潤のカラーなんですって
あ、そうなんだっつってアイドルってそういう感じなんですね。今こんな感じね。水色が映えるね、逆にね。面白いもんでね。だから例えば青い作品、赤だけ、黄色だけみたいなね、そんなのも面白いですね。一応こんな感じで入れてみたと。もう牡蠣も青いからね、青いですけど、やっぱ下はちょっと緑濃くしてねじめを入れましょう。足元をまとめる、こう刺さってるところがこうバラバラ見えないようにするっていう一応役割がありますね。たださっきも言った通り、緑に青は映えないのでちょっと注意が必要ですね。生け花ってこう刺さってる足元を一つにするみたいな意識が大事で、その役割ですね。今下の方に入れてますよね。わかりますかね。下と後ろに入れるっていう感じですね。こういうところに入れるってことですね。こういう下のところ、下とかあと後ろですね。下にこう潜らせる感じですね。あんまりただ横には出なくていいという、ちょっと難しい加減がありますね。後ろは後ろで欲しいと。こう下のところを緑でサンドイッチしてるの分かりますかね、そんなイメージですね。とはいえメリハリつけるといいですね。どう青いお花畑みたいな感じですかね。これ僕も今日青い着物だしね、本当青いですね青率が高くない？あ、たまたまじゃない、わざとね青にしてみました。違う反対色みたいなのを入れて、こうコントラストを出す時ももちろんありますけどね。同じ色で合わせてやるのもなかなかね、趣ありますね。これはなんか一つ引き出しになったかもじゃあこれで今日は終わります。ありがとうございました。